こんにちは、おめでたいね。おめでとうございます。おめでとうございますね。フルーツポンチ村上、はい、結婚。村上が、はい、ついに、はい、ね、離婚されました、ね、結婚しました。しゃあないな恒例のご祝儀三択ね、出まくれて結婚しました言って、はあ、俺あの電話出られへんかったけど、はい、電話くれてたから。ほんまにしたんかしたとされてます。ほんまにしたんか村上さんとは結構関わり深いですもんね。うん、まあまあまあね、これにも出てくれてるし、うんうん、書いておくか、はい、お前これね、もうこれだけ渡したらやいう話だよ、うん、そういうわけにもいかんのでね、こっちも。そうです、そういうわけになんでいかんのか分からんけどもうやりだしたからしゃあないな、はい、うん、次はよしこうしとこうね。はい、1万円ですね。1万円。もう村上のだっていくつよ、42歳。42、俺遅いとか言われてたけど俺より遅いやん。ああそうです、俺41やからね、うん、俺もいろんな方に本当にあの時お祝いいただいて、はい、だってもう今じゃいただかれへん方にもいただいたりね、例えばすっげえしゃれた何ていうの、塔のカゴみたいなのに入ったいろんな紅茶の詰め合わせ、うん、ティーカップとティーポットと、あとすっごいこうイギリスあたりのお紅茶の詰め合わせ、めちゃくちゃ可愛らしいやつ、はい、内田裕也さん、しゃれてますね。で最後は、新しい宣材写真あれ新しい宣材写真ね、誠治さんではなく、そうそうそう、あ、誠治の新しい宣材写真を俺が撮ったから。え、そうなんですか。そう、この間、どんな感じになったんですか。それはこの間俺がこの小籔に撮ってもうたみたいな話から、はい、ほんなら俺も撮り直そうかなっつって誠治が言い出して、はい、俺が撮ったろうか言うてシアナトークの舞台上で撮って舞台上、ああ、めちゃくちゃ良かったよあれ、あれほんまに使うもんな客席をバックに、なんかあちこちで誠治の話したいね。あれ出したいからこれでね、これでもうどれかわかんない、もうこれでわかんない。今日はプレバトなんでね、はいはい、ちょっともうすぐ入るらしいんで、入ったらお祝いしに行きましょう。行きました。はい、さあ、おはよう。え、なんかそんなに、あ、はい、いただいちゃって、え、おだん、はい、え、電話くれて、はい、俺仕事してたから、はい、出られんかって、はい、ほな LINE にな、はい、お忙しい中、はい、連絡失礼いたします、はい、私仕事ですがこの度かねてからお付き合いしていた一般の方と入籍いたしました、はい、8月9日に発表になりますが、はい、事前報告したく連絡させていただきました、はい、LINE での報告失礼いたします、はい、仕事もよろしくお願いします、はい、スポンジ室上、はい、わざわざ忙しい中、はい、送ってくれたから、はい、その意味でも俺もこうやってもうプレバトの俳句で、はい、しょっちゅう会うし、はい、って思って、はい、おめでとう、今度お祝いやらせてねって、はい、一応ね、はい、575でああありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。こんなことある。こんなことある。アンテナだけはビンビンやと思ってたわ。村上さん。いや、季語がなくて。いやいや、そんなガチなやつちゃうから。うーわ、ガチなやつちゃうから。
それもちゃんと俺この3行に分けてほらそういうことか。おめでとう、今度お祝いやらせてねって。どう考えたって文章としてこんなんおかしいやん。3行に分けて、ほんならありがとう、今度ぜひともやってねとか、なんかこう帽子をで返って、女んで返してくれんやろうなと思ったら全然返ってけへんね。普通の普通にうわ、いやほんまに、うわえなあ、じゃない、あーもうやだー、えうーわー気づかなかった、うーわマジかなあ。いやこの間もな、はい、原口くんからもな、うん、来てん、俺やってる番組の再現 VTR みたいなのを、はい、撮ってくれて、はい、でフジモンとか小籔とかいろいろ何人もをモノマネでやってくれて、うん、もう大変な V やったんで、ありがとうございましたね、来たん、はいはい、ほんでありがとうございました、またよろしくお願いしますって、よろしいがもうはーやねん。ああ、さんまさん、はい、やってるし、はいはい、俺のモノマネもやってんねん、こう、はいはい、つけて、はい、つけて、だからこちらこそいつもありがとう、おかげで話が盛り上がりましたって、花な、うん、話が盛り上がりました、またよろしくです、うん、から一切帰ってけない。さあ向こう一回仕掛けて俺が返して終わりなんやろうけど、いらんことしたことはどうだろう、いらんやつにいらんことしたことはしつこいぞこれ。いやだからそこれはすんません、もう何度もお会いしてるんで優しいの知ってるんですけど、もしかしてもしかして文面で失礼に当たったらっていうのがあるのか。そんなことないやん、まだそんな俺のせいにしてるやん違うやん、自分がいろんな人に送ってもそれどころじゃなかっただけ。でも LINE でのウィットもういらないかもしれないもういや、この世にウィットのいらない場所なんてないねん、地球上全てにウィットはいんねん。なあ、いや俺も初めてのことだったから大したことないで、大したことじゃないけど、一応さあ共通点といえば五七五かなと思って、一番太いのは。そうですよね、うわマジですみません。いやまあそんなことはね、はい、いいんですよ、はい、ご祝儀三択です。えほんまにもう我々も分かりません。あもう分からない、どれがどれかで、あの厚みも一緒、一つ30入れさせてもらいました。え一つ一枚、一つこれが一番当たりかもな、新しくなった俺の宣材写真何番ですか、ね、うん、えマジっすか、うん、本当にいただいていいんですか。もちろんです、もうマジでほんまに誰一人分からないから。いいんですか。いやあのライフライン、テレフォン使ってもいいですよ。テレフォン、あなたにっていうことじゃないんですからね。ああ、なるほどなるほど。奥さんに、なるほどなるほど。奥さんに選んでもらうっていうのはあるよね。まあそう、でもちょっと今日も出れない。あ、そうね。じゃあ、すみません。じゃあ、渡り。渡りこそ。じゃあ、ちょっと一応かけどう何やってるかな。ちょっとわかんないですけど。まあ、ちょっと一回、渡りは渡り一番かけないですか。まあな、まあな、そりゃそうやわ。なんか、なんやと思ってんじゃん。渡りにももちろん報告した。もちろんもちろんもちろん電話して。いや、渡りには直接。あ、なるほど。でな、ちょっと今、働いてるかもしれない。一番仲いいとか、一番世話になってるとか。あ、まあ一応そうですね、まあ、池田さん、まあまあ、かい、あのしずるの、うん、池田さんとの、あのラジオで報告はしたんですけど、うん、っていう意味ではそうはあるかもしれない、うん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 、ちょっとカズマ、カズマもうちょっと、もうちょっと、すみません。じゃあもう、じゃあ自力ですね。自力やな。はい。ちょっと今日の調子を見よう。そうですね。ちょっとチープモノはね。はい。しみじみのめ、しみじみめ。どうも。
ヤシロヤギです。うわぁ出しちゃったなこれ新作。新作いらないんですよ、安定感ありますのデータも取れてないでもあんまりしみじみ飲めばしみじみとの原曲知らんと思うよ、そうなんですよね。そうですね、じゃあまあまあもう、うん、自分の代表的なやつ、すみません、お願いします、はい、いきます。お姉さま、お姉さま、どうも、カノメカです。おぉ、初めて見た、はい、カノメカ、はい、もう三軍中の三軍です一軍出せや、お前なあ、はい、えあれ、あれ、誰、泣いてるジャクソンです。お、調子出てきた、泣いてるジャクソン、出てきた、ね、泣いてるジャクソンは、まあ、助けられましたけど、ね、あ、調子、はい、え、工藤静香さんですか。山道登れる登れる、そういう車に乗りたいわ。どうも、四輪駆動静香です。いいですね。いや、本当にこれはおかげさまです。本当にありがとうございます。これなかったと思うと今怖いでしょ、多分結局来てないですよ。このチームものまで生まれてなかったからね。ジュニアさんの蔵王でね、生まれたから、マジでこれのおかげだと思います。あ、そう、これなかったらもう本当不安でしょうがないって今。よし、行こう、今行こう、今調子ええよ。これでももうやっぱりこれちょっと、うん、ここかな、そこね、行こう、行け、もうええな、 はい、うわ、こんわ、 OK ね。じゃあ最後、ずっと一緒ですもんね。一緒一緒、行こう。すいません、開けさせていただきます。ああ、行こうか、これガチやからな。もちろん当然、これはもう、それは後々みたいなやつは、後々みたいなもうないのがもう折れないから、はい、な、それやったら運気、それはもう離れますわ、本当に無粋やから、はい、行け行け行け、俺もこうどうせ入れたんやったら行ってほしい。おい、もうやらせろ。そういうのないんこれ、ブス芸人なんで。カルガロ、カルガロ、ちょっと待って、なんで、なんで、なんで説明して落とせばいいですか、俺、僕にこれもらったよってお祝いねって。お祝いや。小籔が撮ってくれた俺の宣材写真。これ潜在。そう。面白いやろ。やめた方がいいです。帰ろう帰ろう。いただきます。工藤静香に行った思ってんけど。